なかった。冬とか大変ですよね、ホーナーさんは。作らない4秒間、はい、じゃ あのおめでとうございます。お誕生日結婚記念日おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いただきます。あ、桜ビールです。あの盛り付けは結構何本もあるんです。あ、なんか不思議。不思議、うん、なかなか本当に初めて。ちょっと寄って見ていくみたいなとこ、お茶だけどうぞっていうのがありますけど、初めてなので本当に感激しております。ありがとうございます。美味しそうなサラダですね。これは 何ですか。葉っぱは、この葉っぱは普通にベビーリーフとあれですね、レタスです。ベビーリーフとレタスと、この長いのは何ですか、ネギですか、チーズじゃないの、全部チーズ、チーズ、美味しい。いきます。上から、あ、本当だ、四角くて素敵なお皿が引き立ちます。アラレちゃんの旦那さんがね、待ってる間これをすればいいって、可愛い。すごいですね。面白いんじゃないかと。面白そう。そういうこと考えることがすごい。久々にやったら動詞に戻るんじゃないかと思って。泥団子。え、これどこで買ったの？雑貨屋さんみたいな。え、そう、たまたま、はい、そう。結構昔からコレクターみたいなとこあるじゃん。ビンドマン集めたりとか。昔からそうでしたね。集めるの元気で。で、なんかこう、まあ、荒井さんと年の付き合いになったら余計にこう集めるの。新井さんもそういう趣味だ。新井さんもなんか僕じゃないでしょ。なんでこんな集めるんだろうって。並べていくことによってなんか喜びを覚えたりとか、そういうノリはあるんですか。若干ありますね。集まったらと思って。ありがとう。あ、美味しい。あ、ごめんなさい。見ちゃった。自分のまさか仕事になると思ってなくて。ねえ、本当ありがとうございます。これドレッシングもあれですか、自分で作られてた。いや、ドレッシングも、すいません、失礼しました。あ、でもちょっとガーリック入ってて、うまいですね。そうなんです、うん、ガーリック味が、チーズがガーリックが、なんか普通ドレッシングが多分エビが入ってるとか、白エビの出汁だと。すごい、うん、白エビのドレッシングです。あ、水が焼き上ごと白エビの出汁、ちょっと見せます。初めてだった。ねえ、お茶目だね。味がわからないまま出しちゃったんです。刺し味いいですね。大岡西宮。いただきます。美味しいですよ。同じ料理はそんなに出していくのか。量はかなりあると思う。ありがとうございます。車の方が逆にちょっと遠いかもしれない。なんかナビで見たら40分ぐらいで来るように出てるんですけど、そしたら Google マップでね、家の外観まで映っちゃいますよ、住所が。だから、そうそれで送ってくれる前に知ってたんです。ドレッシングが美味しい。美味しい、うん、このお家買ってカウンターキッチンって言いました。いいですね。主人が割と料理が好きだから、うん、このテーブルを作ったんですよね、カウンターテーブル。そうなんですか。すごい。かわいい。立派ですね。立派だね。立派です。そのスタイルとして。ビスですね。普通にビスに照明作ったやつだ。いや、でもすごい。塗りもご自分でやられたんですよ。あ、そうですね。素敵だね。ね、素敵だね。そう、立派な、なんか高そうな家具でございます。ないな。はい、マニアカウダーです。素敵ですね。はい、すいません。興奮してます。興奮状態。こんなすごいの見たことないですよ。いや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 。今度やってください。電車で来てよかったよ。
幸いです。普段電車に乗らないので本当にバカみたいな汗がいて、本当にわがままですね。好きな汗かくような距離じゃねえだろ。何汗かいてんだと。せっかくよ、だってさ、私勤めは1階だから階段も登ったことないんだよって久しぶり。あ、これが例のモメンタムっていう。これは結局お父さんはピンとこなかったみたいだけど、あのあれですよ、弾みでっていう意味です。へぇ、弾みだよっていう意味。へぇ、ちょっと面白い。モメント、モメンタムは。あ、美味しかったです。これも一応オーガニックでございますね。すごいな、はい、名前が超気に入りましたね。で、もう一個はこれ結構有名なね、ブロテロってなんか有名なやつですね。へぇ、が売ってたんで、あんま高くはないですよ。 ただ有名なやつです。どっちから飲んだのですか？どっちでも大丈夫ですよ。これはワイン開けなきゃダメですね。後半お肉が出てくるので。あ、本当に？そうだね。じゃあ後半このじゃあ弾みだぜは後にして。こっちの方が多分ね肉に合うかもしれない。ちょっと肉に合いますか？割とこう重めです。あ、じゃあこっちの方がいいですかね今。こっちはライトボディ。ディ旦那さんの好きに。じゃあ聞いてみよう。みんなの好きに。聞いてみよう。マリッコ黙れって感じ。そんなことはない。なんでワインの味わかるの？いっぱい飲んだから決まっているでしょ。あ、ソフトドリンク普通のお茶をいっぱいあります、ね、そうですね、ありがとうございます。あんたがうまいって言ったら大体うまいんだよね、本当。こんなさ、飯作って全く料理しない人がさ、なんでそういう味がわかるんだろうって不思議でたまんないんだけど。いっぱい飲んだから決まってるでしょ。うん、これとコーヒーはあれだね、信頼度高いよね、君の。違う。ありがとうございます。コーヒーも結構じゃ豆から飲むんですか？そうですね。あのね、入れるコツはね、しつこく出し切らないってこと。最後えぐみが出るんでしょうから。からちょっとまだもうちょっと取れんじゃないかなってところで引き上げる方が美味しく飲める。えぐまない。なるほど。うん。そうすると大体うまっていうね。ただただそれだけです。あのカップになってるあのやつもそう、よくあるじゃない、こうただ入れるだけの、うん、注ぐだけの、あれも最後まで出し切らず、もういい感じかなって取っちゃって。そうなんですね、うん、そこがポイントです。最後まで出し切ってたね、いつもね。そうそう、ちょっとえぐっちゃうんです。もったいないから。えがちゃんです。これをはい、塩を切れてきた。これはもうただのチートさんです。これはどうしたんですか？一人一皿来ますか？すごい。すごい。お父さんが今泥団子を開けてくれてたところだった。やばい。開けてくれてたところだった。ありがとうございます。じゃあ、はい。先にいただいてください。ありがとうございます。いつも来るの。次の木は、これは何ですか？白いウインナーさんですね。ホワイト。はい。ローズメだそうです。すごいですね。名前がめっちゃうまそう。頑固亭主の。なんかすごいですね。さっきもなんか白エビでちょっと石川県とか富山とかそっち系でしたね。はい。ちなみにマリコさんね。はい。こうですね。いや、それもあるんだけど。斜めにして寄って、皿も見えないぐらいにやった方が、あ、こうな方がいい、わかりましたよ。これくらいでもいい。はい、じゃあこの辺で、はい。そう、ショートは縦だから、すごくほら、編集に手間取るじゃん。そうですね。そう。美味しい。うまいね。この頑固親父。頑固親父は横にいます。頑固親父横にいます。おいしい。一応あんまりウインナーに興味示せない家なんでね。そんなことない、食べたいのでね。タコウインナーぐらいですよ、だから。まあ、うまそうじゃん。美味しいよね。ここうまいわ。美味しい。たまにはさ、タコウヤジいいですね。あれ、YouTube は奥さんがやってるんですか？そうです。あられさんのやつ。テーマ的には、ね、何がテーマはエンターテインメントで、あの一番くじっていうくじを引いてる動画がメインです。それを好きなんだ。はい。コメントお願いします。コメント。今までその一番くじで、私が見せました。うん。
ゲットしたやつ、一番嬉しかったやつ、何ですか？最近、まっちゃんのやつ、すごいの撮ってますね。まっちゃんのやつは嬉しかったです。まだありますか？あります。ちょっと見せてください。まっちゃんのやつ。あ、もちろん箱のままで。あのまっちゃんの筋肉、マッチョまっちゃんのやつがすごいのがあります。なかなか撮れないのが2つもあるんです。だ今、ゆっくりと流れに乗ってね、自然に行ってるから、いいもん。これがすごいんです。怖い。これ。ラオウみたいな。怖い。ラオウいいな。完全ラオウでしょ。絶対ラオウだよ。パンツがすごい。じゃあすげえ。そうですね。これは、あれでしか手に入らない。そうですね。すごい。立派に重さもすごいしっかりあるんです。ヤフオク出したら数万円値段ついたりするんですか？今の価値的には2万円ぐらい。一時高騰して3万円ぐらいになって。発売日の次の日ぐらいがやっぱみんな欲しいから、どん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 値が上がる。まだパッケージ開けてないんですか？開けてないです。あ、やっぱりね。未開封です。そう。ちょっといいお値段するから、チキンですよね。この筋肉作ってる、このフィギュア作った造形師さん、結構有名な方で、ああそうなんだね、この岩倉さんっていうんですけど、うん、あ、だから岩倉なんとかって言ってたよね。そうそう、バンダイ。バンダイナムコだ。バンダイナムコ、そうですね、バンダイ。そう、その人が作ったフィギュアはいつも高騰しますね。へぇ、みんな筋肉すごいって欲しくなっちゃう。そう、これはね、今までの中で一番すごいかもしれない、うん、見てきたこと。まっちゃんも嬉しくていい。あれじゃない、さっきの麦茶ぐらい持ってるんじゃないですか。あの、多分もらえると思いますね。ですよね、うん、20体ぐらい持ってるんじゃないですか。はい、マシェリー花と植物のお店の花束さんですね。綺麗。今度14カーブイヤー。そうですね、うん、あのもう私8プラスなんです、これ。ああ、そうですね、うんうん、旧式行ったらありゃしないんで、時々ね、あのダメですごくアップするのに、ね、4時間ぐらいかかったりするんですよ、うん、4時間はい。仕事全集中だから。仕事と YouTube 全集中。そうですね、ワクワクです。まりちゃん早いからな、編集が、うん、そうか、すごい編集得意なんですね、早くて、うん、練習が心折れるじゃないですか。全然折れない、大好き。すごい。丁寧にやった方がいい。ああ、ねえと一時最後だったんですね。あの、感覚でやってるとこが面白いね。そういうことだとね、何って思っちゃうんですけど。でも私なんかね、もう500やっと行って、ほら、この間の、うんうんうん、めっちゃ嬉しいと思って、お父さん、あの、全然何とも思ってなかった。お父さんと半分喧嘩してた湘南ランチ。湘南ランチはどこでしたっけ？あれですよ、イタリアンでしょ。はい、うん、で、本音を言って、うるさい親父が言ってない。そうそうそう、藤沢でしょ。そう、藤沢の、うん、あれ500、今2、3ぐらい。あの親父、客に構えすぎだよ。あの、やっぱり好きだからさ、やっぱりね、出ちゃうんだよ、顔に、好きだから。すごいね、ドリンクバーとかも凝ってて、なんかね、うん、ザクロとなんとかの、ちょっとほら、あの、ビッシューみたいなのあるじゃない、ビスみたいな、ああいうのを自分たちで作って出してたり、うん、カクテルみたいにして、だからちょっと普通のねドリンクバーじゃないんだよ、うん、そうすると、うちのドリンクバー美味しいですよってさ、酒飲んでる人に言ったりして、でこっちはうっせえなと思うけど、で行くとお父さんすごかったよって言うと、ほんと500、あれがそうなの、そうなんかキーワード引っかかったの、知らん、湘南で美味しいランチじゃないかな、うん、ただあれは結構本当にあの後のね、後日これから買うぞって思ったらもう忘れた。そう、好きに買え。まあでもいっぱいある、お酒があるも嬉しい。そうですよ、フォローがすごい。優しい。お酒はなんかあればとりあえず嬉しい。それ言わないとひねくれちゃうから。人の行為をちゃんと素直に受け止めないと。そんで人生損します。びっくりしちゃった。全然好きに買えなかったんです。はい。なんか。で、
で最近あのなんか浅井ビールかなんかで時々来るんだけど、何これどうせ当たんないよ、でも今日誕生日だから当たるゲームさ、当たるって当たったんです。おーすごい。だから6本缶入りが100円引きが当たりました。おお。ちょっと嬉しい。で LINE、 んマルコさんと全然全然でもまだ泥団子だ。丸くなってきた。ツルツルで丸々なってきた。丸々。ツルツルで丸々。ツルツルで丸々。表現が可愛い。やっぱ黄色い鳥だった。私は結構こういう顔にいつも映っちゃうんですよ。マリコさんめっちゃ顔つき硬かったですねって言われて、鴨川の人に、どうしたんですかあんなおっかな顔して。いや、あれいつもですけど。俺のせい。いつも優しいのになんであんなめっちゃ怒ってるんですか。相手によるじゃないですか。グラーロマ、おいしい。はい、ありがとうございます。結構好きなんですよ、マリコさんの動画を見てて面白いみたいな。あのバカみたいで面白いですよ。いきなりここマイクじゃないで歌ってると、うん。俺それ見て、いや、すげえなと思ってたんですよ。いや、これだなと思って。思いますよね。大好きな、メトロン星人が好きだったこと思いました。じゃあメトロン星人で歌いますあ、それがあそこに作品が置いてあったの。そうなんです。私嘘はつかないですよ。あのね、本当にね、言ってなかったんですよ。すごいですよね。そしたら俺ね、今日ね、あの、おふんぐさんじゃないよ。なんで知ってんのと思ってます。すごい、本当に。すげえ引き寄せですよ。すごかったですね。すごかったです。クリティカルヒットでしたね。そう、クリティカルヒットってなんか、あれですよ。ゲームです。よかったね、分かってくれる人がいて。ドラクエじゃない方のあれでしょ。FF でした。FF です。当たりますよ。今日はもう帰るわ俺。満足した。もう満足した。そう、もう大満足。うわ、美味しそう。すごい大きい皿に手出していいのかなと思った。大きいじゃん。あー、美味しかった。オーストラリアの家庭料理だ。家庭料理。素敵。できないんだよ。できないんです。うん、で、そう、あの、私はもともとあのそういうのはあまりできないんだね。私もできないです。仲間だよ。仲間宇宙の仲間。向こうの部屋がすごいんですよ。すごいんですか。そうで、実は見ていいんですか。コレクションどうですか。そうそうそう、見ます、ね、見たい。ぜひあのコレクションが映したらやばいですね。ぜひ見せて。いや、全然いいです。じゃあ行きますか。コンピュータすごいですね。ただーん、すごい。失礼します。え、コミケとか行った時あります。コミケで行きたくて、まだ行ってないんですよ。あ、行ってくださいよ、ぜひ。そう、もうすごいですよ。普通にやってると思いますよ。なんなら、私に召し上げましょうか。え、あの普通にあのプレス扱いで入りますよ。やったー。マジか。ね、行ってこい。行きたい。行ってからしてやろう。これは無理ね。あの企業ブースのところは結構 見どころありますよ。すごいな。行ってみたいと思う。ここで寝てるんですか。そこで寝てるんです。すげえ。全然想像できないですよね。こういう部屋だった。すげえ。はい。メドポラーゾ。美味しそうです。カジキです。いただきます。コクがあるね。お土産買ってきますよ。これぐらいだったけど、すげえうまかった。うわ、おいしい。なんだこれ。おいしい。これ一番おいしいかも。すごい。フォローだからね。おいしい。すごい。めっちゃおいしいです。バースデーディア、なんだ、マリカさん、てかみんなの誕生日だよね。すごい。ヘドライス、おめでとう。すごすぎる。いいんですよ。夢を持たせないといけない。すごい立派なのが来ましたね。はい。じゃあいただきますよ。ありがとうございます。ありがとうございます。これは家で食べてください。
もっと僕の言い訳だけ一瞬聞いてもらっていいですか。はいはい、もちろん。こんだけ吉ってことじゃん。吉ってないんですよ、これ。なんか俺、ごちそうさまでした。最高でした。最高の夜でした。もうみんなお祝いでした。本当に感謝してるの。花火に行きますよ。はい。行きます。はい。これは結構煙出ますね。出ますね。煙っちがばっかりな。煙が少ないキラキラゴールド。線香花火。線香花火の立派な感じかね。はい。若干覚えてないだろう。覚えてませんよ。そんな古いこと。すごいピシャ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 カシャカシャ。花火綺麗だね。色が違うのかもしれない。で、二つの照らし湯のところに。ああ。イエーイ。三個。次はですね。へえ。あ、落ちた。コデ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 コ
いくよ、せーの、ハッピーバースデートゥーユー。あ、予約をしているんですけれども、